ちゃんです。とーちゃんです。はい、今日はなんとペニンシュラ東京に来ました。イエイイエイ、はい、今から中入っていきたいと思います。楽しみです。では早速入っていきましょう。ペニンシュラ東京は東京メトロ日比谷線、千代田線、都営三田線が乗り入れる日比谷駅と東京メトロ有楽町線有楽町駅に直結しています。外観からしてとっても重厚感がありますね。入る前からとってもワクワクしちゃいます。それでは入っていきましょう。この回転扉を抜けるとキャー、とっても華やかなエントランスですね。入り口ではお食事やアフタヌーンティーを楽しめます。チェックインも済まし、私たちは早速お部屋へ行きたいと思います。エレベーターの中もゴールドで高級感がありますね。はい。なんだかすごいです、ここ。これ何ですかね？うわー、なにこれ、すごい。外からイルミネーションが、どっちやろ、あ、ここですね。到着しました。では早速入っていきます。どうぞ。うわー、見てください、この眺め。お部屋から外が一望できます。お部屋の中にはソファーもあり、ゆっくりくつろぐことができそうです。このお部屋はベッドが2つあるタイプでした。1人1つベッドがあるのは寝やすくてゆっくりできますね。そしてベッドの横のこの大きな窓、
窓からは皇居が見えます。東京の街が一望できるのはとっても気持ちいいですね。それではルームツアー再開。次に紹介するところはこちら。ここは荷物を置いたりするお部屋になっています。私たちは毎回荷物が多いのでとってもありがたかったです。ここは荷物を置くだけではなくドライヤーやネイルドライヤーもあるので、ここで身支度も全部済ますことができちゃいます。荷物がとっても多い方もここがあると安心ですね。そしてお次はじゃじゃーん、バスルームでーす。ペニンシュラの P の文字が入っているタオルがこっちを向いていて、なんだか可愛いですね。ペニンシュラホテルのバスルームは大理石でとっても高級感があってかっこいいですね。そしてなんといってもこれ、ダブルシンクの洗面台が設置されているのはとっても嬉しいですね。別でシャワールームもあります。お部屋にはこんな可愛いチョコレートも準備されていました。なんとシャンパンもありました。カオルさんは外の御所をバックに動画の編集を行っております。どうですか作業具合は。まあ進みますね。サクサクいきますね。こういうところだとね、やっぱり、はい、はい、やはり、はい、景色が変わるとモチベーションが変わるようです。しかし素晴らしい景色ですね。今日は本当に天気が快晴で気温が8度ぐらいですが、もう雲一つあまりない青空が広がっている今日の天気でした。ジム到着。ペニンシュラのジムはプールやリラクゼーションスパも一緒に併設されています。ここにはリラクゼーションスパで使うアイテムがたくさん売られていました。
ロッカールームもとっても綺麗でした。ドライヤーや備え付けのアメニティなど最新のものばかりで、女性には嬉しいですよね。シャワールームなども完備されていました。本当にとっても綺麗でした。早速トレーニング開始。ジムはほとんど誰もいなくて、のんびり使うことができました。ちゃーんはプールで黙々と体を動かしていました。プールもほとんど誰もいなくて、一人で貸し切り状態でした。プールサイドはこんな感じになっていました。ゆったり寝そべるソファーもあって、外の景色を見ながらゆっくりできそうですね。とっても贅沢な空間でした。ペニンシュラホテルのアフタヌーンティーはストロベリーアフタヌーンティーでした。ストロベリーアフタヌーンティーなので、どれもこれも全部いちごでした。全部一口サイズで食べれる大きさなのがとっても嬉しいですね。アフタヌーンティーではスイーツ以外にスコーンや軽食もありました。甘いものばっかりだと飽きてきてしまうので、こういった軽食がとっても嬉しかったです。このサンドイッチもとっても美味しかったです。このプリプリのエビちゃんもとっても美味しかったです。一口でパクリと食べちゃいました。いろいろあってお部屋が変わりました。新しいお部屋の紹介もしていきます。ジュニアスイートルームです。広いですね。ミニトンではまずお手洗いです。非常に広いですね。カオルさん、ではご案内お願いしますね。続いてメインダイニングの方に、こちらがまた素晴らしい景色を。角のお部屋なんですが、なんとシティビューの部屋です。
晴らしいお部屋ですね。L字のソファーの背面側には東京の御所を一望できる部屋の間取りになってます。ちょっと反射して見にくいんですけども、また明日明るい時のレビューを映したいと思います。非常に広いですね。これ何畳ぐらいあるんだろう。多分20畳ぐらいあるんですかね。隣は超高層タワーですね。はい、それではついにベッドルームをご案内したいと思います。ベッドルームはカオルさんがデビューします。はい、じゃあベッドルームをご紹介します。みんなついてきてください。はい、行きましょう。こっちです。すごい広いですね。今のはリビングでした。はい、ではこちらどうぞ。リビングで20畳超えてますね。ここから右と左に分かれるんですけれども、はい、寝室はこっちです。寝室は右側こちらです。はい、こちら寝室ですね。いやー広いですね。これ何畳ぐらいあるんですかね。これはすごく広いです。このくらいで す, ですかなり広いですね。そしてここにテレビがあります。あ、スライド式の。はい、すごい。ここにも、はい、ミニバーがあります。ミニバーがある。あ、本当ですね。はい、ミニバーありますね。お水と、あとはウーロン茶、コーラ、ジンジャーエールが入ってます。ここはなんか音響の、あ、なるほど、音楽を聴くこともできます。プラスですね。そうですね、衛生をチェックしっかりしている証拠ですね。ここに消毒済みって書いてますね。すべて部屋にシールはこのように貼ってます。はい、はい、では次です。次はここがクローゼットのお部屋になります。クローゼットルームですね。いっぱい入ります。ここはお部屋で着る浴衣もあります。ここで寝ることもできます相当広いですね、これは。これは相当広いです。はい、女性一人が寝れるぐらいの広さがある荷物置き場すごい。そしてここです。ドライヤーがこんなところにあるんですけど、はい、じゃじゃん、ダイソンです。最新ですね。最新です。私あの髪の毛長いんですけど、もうダイソンは風の力がすごい強いので、もうすぐ乾きます。すぐ乾きます。ドライヤーとかって何が置いてるかってすごい重要じゃないですか、女性の皆さん、うん、やっぱりこれはすごい嬉しいですよね。ダイソンです。はい、これはすごい嬉しいですね。はい、続きまして、こっちにもクローゼットがあります。クローゼットが2つあるということですね。はい、そして最大のお見せ場はちゃちゃん、ここです。バスルーム。バスルームですね。行きましょう。ちょっと反射したあれですけど、これはもしかしてシティビューが見れるバスルーム。そうですね、あのオフィスが目の前に、はい、オフィス丸見えということで。オフィス丸見えです。可愛いなと思ったのが、なんかこのピーっていうのが可愛いなって。ペニンシュラのピーです。ピータオル、うん、いや
ち側とこっち側に両方洗面台があるという。なんと洗面台が左右一つずつあると。はい。そしてそしてここがシャワールームです。しかもシャワールームも別で完備。素晴らしく贅沢な空間ですね。しかもアメニティをチェックしましょう。これはこのペニンシュラのオリジナルですね。はい、コンディショナー、シャワージュ、シャンプーですね。こっちにですね、こちらのね、しかもバスソルト、バスソルトがこのなんかあの入れ物の中にこういうなんかねペットボトルみたいな感じで入ってるんですよ。でこれはあの体を洗うボディウォッシュのパッドが別でこういう感じでありますね。でここはなんとブラインドを下ろすこともできるみたいです。パッチ。そしたら先ほどのオフィスが閉まります。覗き見防止ですね。覗き見防止です。そしてすごいテレビもつきます。いやすごいですね。テレビ見ながらシャワーよ。カロさん一度バス浴槽の中に入ってサイズ感をちょっと試してみましょう。私155センチでございます。はい、はい、155センチのカオルさんが入ってもう丸々入りますね。だいたい155センチぐらいの幅だということです。すごいですね。わかりやすくて、はい、こんな感じでお風呂入れちゃいます。はい、ありがとうございます。素晴らしい、わかりやすいレビューを ありがとうございます。155センチですね。はい、でここから見たらこういった感じで浴槽から、はい、でなおかつ そうですね、テレビを見ながら左手はシティビューを見ると、なんとまあ贅沢な作りでしょうか。しかしこれ左右も2つとも洗面所があるのはありがたいですね。特にはい、で一応こちらジュニアスイートというご案内だったんですけども、実はですね団体でもし仮に泊まることありましたらこちら入り口なんですけど左手に赤その扉がありまして、あちら隣の部屋につながってるみたいですね。ですので、例えば10名で借りようかなっていう場合ですと隣の部屋も行き来できるんだと。はい、もう一度ダイニングルームに戻りますね。はい、素晴らしい景色でこのように東京シティビューを一望できると。はい、それではまた明日モーニングレビューをしたいと思います。では後ほどです。
眺めは絶好調、いい景色のモーニングです。それではお食事したいと思います。はい、皆さんこんにちは、ちゃんです。先ほど、東京から戻ってきまして、今一段落してレビューを整えたいと思います。今回ペニンシュラ、東京に一泊二日を行いました。部屋の方はですね、ツインのキングルームということで、だいたい53平米あるお部屋でした。非常に広くてですね、先週先々週と、マンダリン東京および4シーズンズ東京丸の内宿泊したルームよりもさらに広いお部屋でしたね。はい。まあシティビューのお部屋なんですけども、やはりその2つと違うのは皇居ですね、がお庭が非常に窓から眺めが良くて見れたのが非常に有意義なところだったのかなと思います。で、当日ですね、たまたまジュニアスイートのお部屋のプランが空いてたので、まあ、アップグレードという形で、まあ、追加料金を支払いして、ジュニアスイートルームの方に、宿泊した流れになります。ジュニアスイートの方は120平米と非常に広くてですね、とてもゆっくりと、ゴージャスな一日を過ごせたかなというふうに感じてました。できたらですね、まあ、やはりその大切な催し物とか、結婚記念日とか、彼氏彼女の誕生日とかに対して利用できるにはとてもいいお部屋の間取りじゃないかなと思ったので、ぜひとも利用していただいたらいいのではないかなというふうに思いますので、まあ、今回ですね、3000円のホテルクレジットがありましたので、夜にですね、アフタヌーンティーのセットをですね利用したんですけども、どうも昼間の予約がちょっといっぱい、同日予約がいっぱいで取れなかったので、夜のですね7時からご利用させていただいて、レビューをしたという流れになります。で、まあ本当に東京という都会の中でですね、さまざまなコンセプトを持ったラグジュアリーなホテルがありましたので、また引き続きですね、東京に行く際はレビューしたいなというふうに思います。次週ですけども、場所を変えまして、私たちの伊勢志摩の方に、ラグジュアリーホテルツアー第、3弾ですかね、三重県の方レビューしたいと思いますので、ぜひとも来週お楽しみください。それではですね、チャンネルの良かったと思う方は、グッドボタンと高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた来週会いましょう。じゃあねー。